はい、どうも。どうも。おい、倒すな。丹蔵です。そして今日はゲストに、原田選手です。シェールブルーカヌーの原田です。今日はシェールブルーの人で。はい。はい、で今日はですね、原田選手の使っているシューズを紹介してもらおうと思います。はい。ということで、原田選手、よろしくお願いします。ということで、原田選手が使っているシューズ、はい、ドン。これになります。これは、メイドインコリアのイズニーっていうシューズです。イズニー、イズニー、あんまり見たことがないような。そうですね、これ日本に入ってきたのは本当ここ1年とか1年半ぐらい前。あの競輪選手とかが結構使ってるやつ。そうですね、あのたまに見るやつ。結構これ硬質なカーボンで作られてて、やっぱ競輪選手とかその大柄な選手とかパワーロスしないようにしっかりとしたカーボンソールになって作られます。Sファイアはここに同じようにコードがついていて、こうワイヤーで渡してる感じなんですけど。ああ、なるほどね、なるほどね。これはアッパーごとこう来てるんで、より硬い。小指側から引っ張ってくるんじゃなくて、上側のベロの部分からぐーっと引っ張っていくような作りになってる。そうですね。皮がこう一枚多いんで、その引き上げた時とかのロスとかがあんまりなくていい感じです。いい感じ。はい。これにした決め手は、これにした決め手はまず僕の客室なんですけど、はい、まあ、トラック競技を、まあ、メインにしてて、まあ、その中でもやっぱパワーのロスっていうのがやっぱりない方がいいので、他のカーボンのシューズに比べて硬い素材を使ってて、しかもここまでこのシューズのここまでカーボンが入ってるので、うんうん、おお、なるほど。もう結構厚めだね。はい、逃がさない感じで。パワー逃がさない感じが結構いいと。はい、ダイレクト感がすごいあります。おお、なるほど。まあでも初めて使う人はやっぱり疲れる気はしますね。それは後ろが硬すぎて反発が強いから。そうですね、路面の衝撃とかはもろにこう。あー、なるほどね、来るのと、なるほどね。あとカーボンのこのソールがあまりしならないんで、はい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 、あの走行中にこう土踏まずがちょっと痛くなったりとかする人もいるんですけど、こう長い間使ってくるとやっぱ足も慣れてきて、すごい今では武器になってます。なるほど、はい。このイズニーのシューズなんですけど、これはロード用モデルで、はい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 、他にも市販モデルで、はい、トラック用モデルで、トラックの紐あり、あの紐靴になってるやつ、やつ、はあはあ、でロードのこうかぶせるやつって多分 5,6、はあ、種類あるんで、またよかったらチェックしてみてください。イズニーでそれは調べれば、はい、イズニー Facebook だったりとか Instagram のイズニーって調べると出てくると思う。そこから多分ウェブに飛べると思うんで。なるほど。でこれはあのスタンダードなタイプで、はい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 、既製品のタイプで、もうサイズと幅を選択してまあオーダーするって形で、サイズだけじゃなくて幅もオーダーできるの。はい。へえ。でその他にこの1個上にカラーオーダー、カラーオーダー、へー。でその1個上にもうカスタムモジュールって言って、もう石膏で足型を取ってあのカスタムするっていうモデルもあります。まあトラック用とロード用っていうのを分けてて、今回持ってきてないんですけど、これはロード用。ロード用、はい。僕が持ってるトラック用モデルはもうさっき言った通り紐でカバーがついてるタイプで、エアロタイプになるんですけ ど、 ど、まあ、昨今あのルール UCI のルール変更されて、シューズカバーもトラックしない競技で可能になったので。そうなんだね、はい。なんで、まあ、こっちの方が簡易的でよりフィット感も高いので、これ一本で今年は行こうかなって思ってます。紐だと練習中とかもやっぱ時間もかかりますし、やっぱまあ緩むこともないですけど、全然これでいけますね。なるほど。信頼のボアなんで。信頼のボア。はい。結構今いろんなもので使われてるもんね。そうですね。でもこれも結構ノッチがちっちゃいモデルなんで、細かく調整できると思います。なるほど。はい。はい、ということで今日は原田選手にイズニーのシューズを紹介してもらいました。最後にちょっと原田選手、今年の意気込みを一言だけいただいていいですか。今年の目標は、
まずは、前半全日本選手権ロードレースのタイムトライアルトップ5目指して頑張りたいと思ってます。おお、トップ5。はい、であと後半には10月にはあの鹿児島県で国体も開催されますので、あのホームチームとして優勝を目指して頑張りたいと思います。そうですね、まだこのご時世でちょっといろいろ大変だと思いますけど、トレーニングの方は順調ですか？トレーニングの方はちょっとやっぱシーズン入りが、3ヶ月先ぐらいに伸びちゃって、まあ今やっぱりもう一回レース作りというか、基礎的な体力作りっていうのを、多く行ってます。今シーズンもガンガンいっちゃってください。ガンガンいっちゃいます。イエイ。はい、ということで今日は原田選手にシューズの方を紹介してもらいました。でいいですね、ためになったと思ったら、高評価、原田選手かっこいいよと思っても高評価、そしてまだしてない人はチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。はい、それでは今日の動画は以上です。